多いな。狭っ。ねえ、俺の中身はどこだ。よろしくお願いします。はい、ラブレッドフラワーモガーズ緑色担当ソートパガです。よろしくお願いします。はい、ラブレッドフラワーモガーズ緑色担当ソートパガです。よろしくお願いします。
はい、お酒と機械が大好きなオレンジ担当の野波です。野波って呼んでください。本当だよ。どうしてみんな敬語なの？はい、あゆみ様こと小野あゆみです。よろしくお願いします。あゆみ様。ルナちゃん、はい。ハッピーなピンク担当のルナテンです。皆さん、ルナテンって呼んでください。せーの、ルナテン。わー、アイドルみたい。ありがとうございます。はい、ゴリゴリレコードの女王になる女です。ヤンガルティーパープルこと山崎メンバーでございます。よろしくお願いいたします。メンバー、はい、はい、みんなでせーの、メンバー。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。セクシーカリスマレッド担当ミアです。よろしくお願いします。みんなミアでございます。なんだよ、別じゃねえか。
していません。え、なんだって。今ここにいるけど今日は筆お披露目ということで出させていただいております。ありがとうございます。イエーイ。で、今日はデビューはいつなのっていうお話なんですが、私たちのデビューは10月17日ゼップライバーとライバーストリート東京ライバーストリート東京裏でめっちゃ言ったのにライバーストリート東京にてデビューをさせていただきます。なんとなんとですね、メロンマタケア55さんのワンマンライブのオープニングアクトとして出演させていただきます。今日はそのゼップに向けての第一歩目ということで、ロードトゥゼップザ・ファーストアドベンチャーというイベントになっていまして、その一歩目にね、私たちモガーズも立ち会わせていただいて、めっちゃ嬉しいですよね、メンマさん。あ、そうですね、小野さん、ありがとうございます。上手ですね。いや、我々モガーズもちゃんとゼップに立つための準備しておりましてですね、はい、その一つとして MV の第2弾ができました。イエーイ。まだアップの詳細とかはなんか SNS とか見てもらえればいいと思うんですけど、はい、どうでした、ななみちゃん。めっちゃ撮影楽しかったです。もうなんか屋上に行ったりしました。そうだね、したね。テンション上がった、テンション上がった。ご飯も美味しかった。ご飯美味しかった。美味しかったね。いや、ほんと、いや、そんな感じでですね、次やる曲、その MV の曲になっております。ぜひ皆さん、頭に覚えて帰ってください。次の曲いきます。朝日のあたるこの夜、まだ何もない。
どうもありがとうございます。じゃあグレートフラワーもがし